どうも皆さんこんばんは、吉本新喜劇の新名哲郎でございます。新名なーに始まりました。吉本新喜劇新名哲郎でございます。よろしくお願いします。早速今日のゲストお願いします。はい、まーみみーまーまみちゃんでございます。よろしくお願いします。やってきました、はい、ね、新喜劇ニュースでございます。6月号です。前回ね、はい、はい、あ、すみません、6月号でございますはい、ねえまみちゃん、前回なんかすごい再生回数良かったですね。そうです、びっくりしました。やっぱり誰が結婚したんだみたいなね、あれ皆さん気になったと思います、はい、まあね、見られてない方は5月号もぜひよろしくお願いします。さあまみちゃん、いつもですけどね、はい、今回、はい、お召し物、これね、はい、お洋服誰をイメージでしょうか。アンミカさんですもうテレビショッピングなってるやんもうアナウンサーちゃうやんか。ええよめっちゃ言うからね、ええよみたいな、はい、褒めちぎるからね。そうですね、もうすごい素敵で素敵な方なんで、ね、はい、最近影響されてるみたいですね、はい、それもまた一つのねニュースでございますさあ早速、人もないです、すいません、はい、そんなことないですよ。早速刺激ニュース、はい、まみちゃん最後までよろしくお願いします。お願いします。では行ったるで。どうも皆さんこんばんは、吉本新喜劇ニュースのお時間がやってまいりました。今日も明るいニュースだけをお届けいたします。今日も相手は前田真美さんです。お願いします。お願いします。では最初のニュースです。祇園吉本新喜劇が BS 吉本で毎週木曜日21時より放送されることが決定しました。はい、初回放送は7月6日スッチー座長州です。よろしくお願いしますね。え、いよいよ BS 吉本でも祇園花月の週が放送されるということで、はい、皆さんぜひご覧になってください。お願いします。ちなみになんですが、この7月6日は、はい、辰巳智之さん41歳のお誕生日です。いや知らんがな。では続いてのニュースです。はい、道康江さんが8月11日なんばグランド花月にて60歳還暦記念特別公演を開催されます。そしてその時になんと歌手デビューされることが分かりました。おめでとうございます。初の作詞に挑戦のデビュー曲メッセージは7月にリリース配信されますね。え、すごいですよ。すごいです。歌手デビューということで、はい、ね、なんばるグランド花月でもやりますし、はい、何よりもね、このね、皆さんずっとね見えてます、あのチラシ、かわいい、かわいいです、とっても可愛いです、めちゃくちゃ可愛いです本当に、はい、これ60歳ですかね、さ、これは若すぎますよ、本当にね、可愛らしいね。この8月11日にね、なんばグランド花月でやるんですけど、その4日前、8月7日の4日前にですね、60歳のお誕生日なんですね。いやー、やせ姉さん、いつまでもお若いですね。では、続いてのニュースです。この夏もセカンドシアター公演が熱いです。はい、7月8日、9日、新名哲郎さん、滝見信之さんリーダー公演。7月8日の夜は吉田ひろさん、新名哲郎さんの新喜劇漫才クラブ。7月9日夜は佐藤大一郎さん企画誘拐。7月17日小泉夫妻のおもてなし、はい、7月29日30日は大島和久さんのリーダー公演と盛りだくさんです。いや、そうなんですよ、はい、すごいです。7月もね、たくさんイベントございますんで、はい、新名さん、はい、7月8日9日滝見信之さんとのリーダー公演、そして吉田ひろさんとのイベント、はい、漫才クラブ、はい、いかがでしょうか。待ってました。はい、やっと告知できます。はい、ね、よろしくお願いします。ちょっとオープニングでこうやってやりましたよね、まみちゃんと、はい、こちらぜひ皆さんね、はい、7月8日これまずお昼夕方来ていただきまして、夜はね、ひろ兄さんとこの漫才クラブ、うん、漫才見れますんで、はい、ね、次の日も9日ね、お昼と夕方、見れますんでね、9日の夜はですね、はい、私はじめ兄さんの断じり新喜劇出ますんで、あ、4日9日私はもうクタクタです。はい、ぜひですね、皆さんクタクタの新名哲郎見に来てください。はい、ぜひセカンドシアター新喜劇お越しください。お願いします。では続いてのニュースです。はい、太田義信さんの天然話が止まりません。ある日太田さんが胃の上の部分に硬い出来物ができていたので心配になって病院で見てもらったところ、先生から太田さん、これは骨ですと言われたそうなんです。太田さんの天然はいつ止まるのでしょうか。はい、これね、はい、実は前田さんがね、はい、お話しされたそうで。そうなんです、ね、実際どうだったんですか。はい、実際にですね、はい、もう
もうこう胃の部分をこう、はい、上の部分を押さえて、はい、ちょっとこれほんまやばいかもしれない、はい、ちょっとやばいって深刻な顔でうわ、はい、話されてたので、はい、病院行かれたら絶対に教えてくださいと、はい、次の日私がどうでしたかと言うと、はいはいはい、あ、じゃあごめん、うん、骨やった何ってなりまして、天然やな。そうなんです。で、あのお医者さんにすごく笑われて、はい、恥ずかしかったとおっしゃっていました。そりゃそうやわ、健康でしょあの人絶対そうです ね、鍛えられてますしね。そんなね、太田さんはね、はい、7月5日で42歳になられます。はい、あの、はい、私、はい、同級生としてとっても心配です。こんな42歳が太田さん、とにかく頑張ってください。さあ、皆さん、ここで緊急ニュースが入ってきました。はい、お願いします。はい、ここで緊急ニュースです。はい、青野俊之さんが、はい、なんと、はい、体重が 77.7 キロとフィーバーしたことを報告しました。どうでもええわ。どうでもいい緊急ニュースですよ、これ。777。フィーバーです。なかなかないですよ、これ。すごいですね。はい、37で。はい、画像がありますので、皆さんご覧ください。こちらでございます。どうでもええわ。どうでもいいんですよ。しっかりね、証拠の写真ですから、はい、77.7キロ、はい、でこれあのツイッターに久しぶりの投稿なんですよね。そうなんですよ、青野さん、はい、はい、3桁いいねがつきまして、いやすごいですね、おめでとうございます、はい、青野さんですね、はい、SNS には疎いかなと思われるんですが、はい、なんと、はい、14年前に新喜劇座員で一番最初に YouTube を始めたのは青野さんだそうです。いや、こっちでしょ緊急ニュース。え、14年前に始めてたんですか。そうなんですよ。いや、ダントツ早いでしょ、新喜劇で。まだ誰もしてない時に。なんで辞めてるんですか、青野さん。これすごいことですよ。本当にこれ皆さんすごいことですよ、これ。はい。皆さんね、青野が行く、これ YouTube チャンネルご覧になってください。はい。14年前に、動画立ち上げまして、13年前に動画ストップしております。これ、これすごいですよ。青野さん。ヒカキンみたいになってたかもしれないのに。そうですよ。もったいない、本当にね。皆さん、ぜひご覧になってください。はい、以上、6月の新劇ニュースでした。ありがとうございました。さあ、というわけで、お疲れ様でございました。ありがとうございました。ありがとうございました。いや、すごいですね、緊急ニュース。はい。すごいっすよ、これ、皆さん。よう見つけましたね、まみちゃん。いや、すごいですよね。え、これ、まみちゃん、確か、森田くんから。あ、そうです、森田兄さんが。はい。YouTube の新喜劇の先駆けは青野さんやれっていう、はい、よう見つけたな森田君これ、はい、いや知らん、ほんまに知りませんでしたよこれは、はい、もったいないな。多分ですよ、これちょっと細かいこと言うでいいですか、はい、多分14年前ってあのね、おじさまで YouTube やってた人ほんまにいなかったと思うんですよ。多分あの時は多分ニコニコ動画とかが流行ってたと思うんで、はいはいはい、だから YouTube もし青野兄さんがずっとやってて、うん、例えばですよ、ヒカキンさんがやってるようななんかそのなんか何でしょう、スライムやるとか、なんかこのラーメン食べてみたとか、はい、激辛ラーメンとかそんなやってたら青野兄さんが、はい、ほんまにこれ青木になってるかもしれんからね、これほんまに兄さんこれ、すごかったかもしれないですよ。ちょっとほんまもったいないですね、はい、でもちゃんと動画見たら、うん、こう編集されてましたね。編集してましたね、はい、これ気になった方ぜひご覧になってください、はい、本当にね、ありがとうございます。森田君もね、まみちゃんもこれ、情報いただきまして、はい、そしてあの何よりもちょっとね、ニュースで告知しましたけれども、はい、こちらでございます。はい、はい、僕と滝見さんのセカンドシアターのリーダー公演、はい、これ皆さん本当にお願いします、これ来てください。まあ、内容まであんま言えないんですけど、はい、まあ、ちらっとね、たきみさんがツイッターだからほぼ内容みたいなこと言ってましたけど、はい、久しぶりの自信作といいますか、ちょっと面白い内容の新劇になってますんで、はい、ぜひぜひ皆さんこれお見逃しなくということで、はい、ね、でこのね、はい、8日の夜、はい、ヒロ兄さんのところで、ね、漫才クラブもありますんで、これ皆さんすごいなと思ったのが、うん、はい、新喜劇の座員で漫才だけのイベントって初めてですよね、うん、いや初めて初めて、ね、しかもみんな新喜劇座員の即席コンビで、はい、はい、ネタバトルとか出てる、ね、何でもいいよとか、ね、たつきボタルとか、はい、みんなね人間ごっことかも出ますんで、はい、皆さんぜひぜひもう皆さんこの即席コンビの漫才だけですから、はい、僕らの漫才もありますので、はい、ぜひ皆さんよろしくお願いします。はい、はい、まあこのぐらいのイベントの最終らへんで多分僕がヘトヘトになってると思うんで、はい、やばい顔のニーナがいると思いますんで、皆さんぜひね、本当応援にお越しください。
よろしくお願いします。はい、お願いします。本当にね。お願いします。さあ、というわけで、まみちゃん、来月もよろしくお願いします。はい、お願いします。今日のゲストは、前田まみちゃんでございました。ありがとうございました。皆さんも最後まで見ていただいて、ありがとうございました。ではまた、さよなら。チャンネル登録もよかったら、よろしくお願いいたします。みんな哲郎でございました。